ウエハース三川のバローワールド。バロ版はウエハース三川です。バローワールド初回放送です。よろしくお願いします。ということで、先週まではウエハース三川のバローワークという別のね、僕とあともう一人スタッフの中道というね、コナンの友達、工藤新一の友達、中道というキャラに置き換えて、僕がスタッフとしていつも来てくれていた中道くんと共にやっていたラジオがあるんですけども、あれがねもう18回目にして最終回をね、迎えまして、今週からは僕一人のね、中道の笑い声がなしの純粋なね、ウエハース三塚は100% のラジオが始まりますので、いやもう聞こえはいいですけどもね、確かにスーパーとかで 100% のオレンジジュースとかね、リンゴジュースとか、ああいうのはめちゃくちゃ嬉しいですけど、僕一人になったら単純に、持たないと思いますね、この1時間ぐらいは。ただまあ規模を縮小してね、まあ僕一人で編集するのもちょっともう丸投げしてたんでね、前まではラジオ番組、そう、ラジオの編集ってね、意外とこの途中にジングルね、音楽挟んだりとかで、コーナーの時はコーナーの音楽を入れたりとか、あの作業結構めんどいんだよな。めんどくて、もう毎回土曜日の9時に、前にはもう中道が仕上げてくれて、三塚さんこれチェックお願いします、でも完全に完成された状態を送ってくれる、だから僕は収録で 100% 力を出すだけでいいっていう、もうめちゃくちゃ楽をしてたわけですけども、うわ今日から一人ということで、ちょっとね、心細さとかいろいろありますけども、やっぱリスナーの方ちゃんとね、毎回メールを送ってくれるわけですけども、まあ、先週の最終回を迎えて、ふつおたが届いております。まずラジオネームダンシングマクドナルド、これもバローワークの時はずっとお世話になりました。たくさんのネタメールありがとう。弾幕、ダブカマさん、脳に直接失礼します。バロワ、おい、脳に直接メールを送ってもいいですかみたいなこと言ってたけど、送れるかそんな。ちゃんとねこれ、電子メールで届いてました。あとダブカマて、あ、ダブルカマボコ、いや僕のギャグ誰がわかんねん。まずは新体制でのラジオのスタートおめでとうございます。いや、ありがとうございます。今回からアシスタントの中道さんなしでダブカマさん一人でのラジオになるとのことですが、これはダブカマさん宅の地下にいた中道さんのクローンに全て逃げられたという解釈でよろしいですか？いや違いますね。いやいや、僕がそのコナン好きの中道と前コナンカフェ行きましたとか、コナン好きじゃない方の、まあ、ラジオを手伝ってくれてた中道とご飯行ったとか、その中道をなんか複数いるみたいに考えてる人が多いと思うんですけど、やっぱりそのクローンを僕の家で生成してるわけじゃなくて、そんなミュウツーが使ってるみたいなね、あのポケモンのミュウツーが入ってる培養液のカプセルが僕の地下にいっぱいあるとかないですよ。普通の賃貸ですしね。いやいや、そのクローンに逃げられたわけじゃないので、ちょっとねもう新体制ということで、ちょっとね浮き足立ってる、合ってるかな言葉。そう、なんか言葉とか僕結構ね、結構根がアホというか国語できないんで、なんか間違ってた言葉言ったらその都度訂正してくれる人が前までいたんですよ、このスタッフがね。だからこの野放しになってるというか、僕の変な言葉とかがね、だからぜひそのチャットとかチャット欄がこれ開放されてて、プレミア公開というね、みんなでこの動画を見ようっていう機能があるんですけど、それがあるんで、ぜひこれ間違ってたら、これはこの言葉この場面で使うのはおかしいよっていうのを教えてください。はい、これはもうぜひ教えていただきたい。まだまだ来ております。ラジオネームなっくん、三塚さん、バロ版は、バロ版はバローワーク最終回、涙なしでは聞けませんでしたね。ちゃんと泣いてくれるんですね、このなっくんは、素晴らしい。ただ一つだけクレームいいですか？普通ラジオが最終回を迎える時って、せめて前の週とかに、いやー来週最終回なんですよみたいなトークしますよね。当日の匂わせ心臓に悪かったです、バロー。いや間違いない。いや僕もね、ずっとその、早めに言っとこうとは思ってたんですけど、なんかね別に、別にまだ一人でもラジオやるしと思って、
その一週間最終回だって思わせるこのロスの期間がね、なんか申し訳ないと思ったんで、もうその週の、その日に発表して、その最後に、ウェハースミスカのバローワールドが始まるという、これを告知したかったんですよ。ちょっとでも皆さんの悲しい時間を1時間ギュッとしたいというのね。もうバローワークと一緒でバローワールドもバローワーって略せますからね、皆さん。気づきました？このトリック。もうみんな気づいてると思うんですけど。最初ね、バローニューワールドにしようか、いろいろ迷ったんですけど。まあ、僕はウェハースミツカのソースカツ丼大盛りでとかね、タイトル。いろいろ迷いましたね、そういう。僕、福井県出身でソースカツ丼が有名でね、ソースカツ丼大好物だから、なんかそういうラジオにしてもいいかなと思ったんですけど、結局中道の提案で、皆さん、ミツカさん、バローワって略せるんで、バローワールドでいいじゃないですかということで、バローワ中道に助けられてばっかり、まあまあまあ。それはさておき。ごめんなさい。ナックンのメールの途中でした。それはさておき。バロは最終回前の、TikTok ライブやってましたね。元気のない三川さんを見て心配になりました。中道さんがいなくなって悲しいところではありますが、元気な三川さんがファンのみんなは大好きです。どうか、この可愛い女の子の画像でも見て元気出してください。ちょっとね、気遣っていただきまして、かっこちょっとセンシティブかも。って言ってるんですけども、おい！なんやこの頑固ちゃんの画像。泣いちゃダメじゃないんですよ。ちゃんと皆さん説明しますと、これメールで送ってくれたんですけど、もうなんか、ピンク色のね、キャラクター NHK の頑固ちゃん。どんな歌でしたっけ頑固ちゃんの。頑固の森みたいなとこに住んでる怪獣みたいなキャラね。泣いちゃダメってテロップで出てる頑固ちゃんはいいんですよ。元気も出ないし、センシティブでもないし、で、バロワの最終回目の TikTok ライブ、やりましたけど、あれはね、もう単純にあの日、なんか気分が落ちてただけですね。ただバイト終わりでちょっと疲れてて。いやいや、中道がいなくなるのももちろん寂しいですけどね。うん。まあ中道と、まだ今週も一応会えるので、彼が、僕の大学のね、落ち県の卒業公演ということで、帰ってきててね、この大阪あたりに。だから僕は、おとといぐらいも中道僕の家泊まりましたし、はい、桃鉄とかやりましたね、楽しく。ちょっとまあ寂しいですけど、東京で売れてもらいたいと思います、彼には。はい、そして三川さんをライブにぜひ呼びたいと言ってくれたので、はい、夢実現できるように、逆に僕が中道をね、ライブに呼べるみたいな状況になりたいと思いますんで、ちょっとそこら辺も皆さんお楽しみにということで。続いて、ふつおた、ゆかりん。ラジオネームゆかりん。これ、毎回星で挟むのいいね、ゆかりんが。キラッキラしてるように感じます、これで。三塚さん、バロ版は、先週、いきなりのバロは最終回、衝撃でした。やっぱりこの衝撃を与えてくれてるラジオってのが嬉しいですね。中道はずっと、本当に盛り上がるんかっていう心配をしてましたから。最終回でちゃんと盛り上がってくれた、皆さんに感謝ですね。衝撃でした。何より終わってしまったことより、今後、中道の笑い声が聞けなくなってしまうことが本当に悲しかったです。なるほどね。好評でした、笑い声。そして今週から一人ラジオになってしまうということで、私は心配です。いや、おかんか、俺の。ゲラなしで三塚さん。いや、三塚はやっていけるのか心配なので、ぜひ俺はやっていけるぞと、何か意気込みをお願いします。芸歴2年目ウェハース三塚は、今年の4月でもう3年目に突入しますけども、逆にね、この試練だと思って、僕一人でめちゃくちゃ喋るというこの力をね、いや、舐めんなよ！俺芸人やねん！いけんねん、これ。TikTok ライブは逆に常に一人ですから、このラジオでね、僕の力が舐まるということはないですから、任せてください、ゆかりん。ただ、前ほど長く、喋れないかもしれない。これだけ伝えておきます。なんかね、僕でもこの打開策として考えたのは、やっぱりゲストを結構いっぱい招くっていうのをね、考えまして。やっぱその会話をするとめちゃくちゃ喋れるっていうのは絶対あるんで、友達ね、例えばヤマトタケルとか、ヤマトタケルは読みたいね、絶対に。同期の芸人で一度劇場メンバーになってて、またちょっと上がるか上がらんかみたいなところの面白漫才コンビがいるんですけど。あとお兄ちゃんとかもね、また呼びたいですし。そうだ！話コロコロ変わりますけど、やっぱ一人やと。YouTube 見た？皆さん。昨日ぐらいに僕アップしたかな？昨日ぐらい、そうですね。土曜日にこれ流れるんで。ウソップの
開封動画ね、やから缶バッジの。やっぱワンピースのやから缶バッジってのはね、麦わらストアっていうところで1個440円で売ってるんですけど、めちゃくちゃクオリティ高くて、ちょっとワンピース絶賛僕読んでる途中なんですけど、早くね、ワノ国まで読んで、ワノ国の缶バッジとかも開封動画で出せたらなと思うんで、あ、見てない方はぜひ見てください。もう神引きね、はあ、俺が出たからな、なんて言ったって、はあ、俺には8000人の部下がいるわ。いや、これめちゃくちゃネタバレなんですけど、ウソップが出たっていうのは。まあ、それ以外にも見どころたくさんあるので、ぜひ YouTube もね、皆さん見てください。まあ、僕はやっていきます、ゆかに。心配なさらず。ありがとうね。まだありますかね？これは。いや、もう普通オタは以上ということで、ありがとうございます。ぜひ、まだまだその Google フォームと、メールアドレス wf.mitsukawa@gmail.com に、ぜひ送ってほしいなと思います。あ、これもう今、紙とかないんです。この台本ね。前回のバローワークまでは、中道がちゃんとウェハースミツカのバローワークで、何分から何分まではオープニングトーク、何分から何分までテーマメールとかね、書いてくれてたんですけど、もうあれがないので、今、空で言えましたね。wf.mitsukawa@gmail.com。うん。もう、あんなに18回も言ってると、やっぱ言えるようになりますね。皆さんもぜひ、ラジオネーム、と一緒にいっぱい送ってください。一応コーナーもね、前まで通り厄介判定と何も通用線ふとした手がかり、この3つを募集してますんで、まあ一新したいんですけどね、なんやったらやっぱ新しい番組になりましたから、まあ音楽とかは変えてるんですけど、この新しいコーナーとかちょっとコナンを絡めたコーナーもいいですね。もうすぐハロウィンの花嫁じゃないですか。4月15日でしたっけ、あれ僕見に行きたいんですけど、4月15は、まあ、ふがみとかと見に行こうかな。はい、中道も東京に行ったことですし、そうですね。うん。だから、コナンのおすすめ映画とか、そういうのも募集したりとかしたいなと思います。まあでも、テーマメールね。これ、テーマメールっていうのはね、皆さん初めて聞いた方に言うと、まあ、毎週ね、僕がリスナーの方に、なんか質問とか、そういうおすすめのアニメとか、そういうのを募集するコーナーみたいなやつなんですけど、今週のテーマメールは、おすすめのご飯のお供、これを募集したいと思います。おすすめのご飯のお供ね。初回から舐めたメール募集すんなと思ってるやついると思うんですけど、まあ、僕の場合はコナンふりかけとかね、もうコナンに媚びを売っていきますよ。もう1個目からコナンふりかけ、まあ、本当を言うと食べるラー油とかね、まあ、めちゃくちゃ流行りましたけど、一時期。あれ美味しいんですよね、食べるラー油。うん。あと、ご飯ですよ。あと、旅行の友って、旅行に持ってったことはないですけど、あのふりかけを。なんか、ね、赤とか緑とか、なんか黄色とかの紙に、なんかペタペタって紙が貼ってある。ややこしいな、紙とか。うん、ペーパーじゃない方ね、紙って。部屋に、何を言ってんだ俺はずっと一人で。あのパッケージの話をしてるんです。旅行の友に書いてある謎のキャラクターね。うん。なんか厚紙がいっぱい貼ったみたいな髪の毛してるやつ。うん。ちょっとわかりにくいか、例え。まあまあ、このおすすめのご飯のお供募集しております。もし僕が知ってるようなお供を送ってきたやつは、芝居太郎かというね。ごめんなさい。バーローとか言わないです、こういう時は。もう芝居足りますんで、このメール、ほぼ 100% 採用しますけど。公開説教だということで、皆さん僕の知らなさそう、そして美味しいご飯のお供、ぜひ送ってください。何でしょうか。実はね、今週は、まあまあ TikTok 芸人だぞというのをサムネにね、もう思いっきりバンって出して、新しいリスナーを、狙おうというね、僕の作戦ですけども。まあせっかくなので、同じ TikTok をやっている、まあ、TikToker ね。もうフォロワーも5000人超えの TikToker のゲストを呼んでいますので、今週も最後までよろしくお願いします。誰だろうって思ってる人もいると思うんですけど、ちょっとね、面白 TikToker をゲストに呼んでちょっと喋ってますんで、はい、面白 TikTok トーク、ぜひ皆さん聞いてください。今週はね、まあ、週5ぐらいでアルバイト入ってまして、
そうね、もう結構暇やったんで、今月は。今月は暇ですね、よう考えたら。ライブもないですし、まあ、ライブがないので、せっかくなので、この TikTok ライブを使って舞台のネタを試そうということで、3月12日に TikTok、ウェハースミツカ単独ライブございます。まあ、言うても、3、4本ネタをして、まあ、いつも通りコメントを読むぐらいの感じなんですけど、まあ、せっかくなんでね、舞台のネタを皆さんに見てもらおうということで、これ、ぜひお楽しみにということで、3月12日皆さん開けておいてください。他になんかあったかな、今週。そうだ、昨日かな、僕、ウェハース三つ川、今大学4回生ですけども、卒業が決定しました！バロー！よかった。いや、正直ね、ちょっと怖かったんですけど、まあね、単位を全部取れていると、ちゃんと、その卒業名簿みたいなのね、大学のサイトに、その学籍番号がバーって出るんですよ。この卒業決定者みたいなので。いやー怖いね、あれ。番号がちょっと飛び飛びになってる中で、僕の学籍番号もちゃんとありまして、うわーよかったーと思って。あ、もちろん中道二人も卒業決定しました。よかった。いやー、みんな卒業できて嬉しいんですけど、まあね、3月の後半ですね。結構、下旬ぐらいに卒業式があって、またね、卒業式があったらその話とかもしたいと思うんですけど、いや、もう学割が効かんくなるのかっていうしんどさはありますね。ねえ。もう、ジャンボカラオケ、ジャンカラ。まあ、通称ジャンカラね。僕はいつも大学生料金で入ってますんで。あれの、ね、音源収録とかもいちいち、普通の一般料金で払わなあかんのかと思ったら、またね、結構お金がね、心配にはなりますが。そうですよ。ただ来週僕、コナン脱出ゲームとか、行きますからね、ユニバの。年パス更新して。年パスライト、まあまあ、そう、行く日に、ね、中道、コナン好きの方の中道はまだ大阪らへんにいるんで、一緒に行くんですけど、12回払いですからね。うん、12回払いで。いや、一括で払うのはちょっと怖いんで、2回払いとかにしようと思ったんですけど、もう一括か12回払いしかないんですね、年パスライトって。怖い怖い。まあそういうのもありますから、お金はね、節約してしっかりやっていきたいと思うんですけど、うん、もう今後入るであろうお金で払ってる時点で良くないですね。ちゃんと貯金をしろということにはなってくるんですけど、まあ今週は結構アルバイト、その代わりいっぱい入りましたよ。本当に。3月はめちゃくちゃ入ったろうと思ってて、まあ基本僕は朝の6時からお昼の2時まで、という、ね、マクドなんてどこの時間にシフト入れてもいい。お店やのに。僕はわざわざ朝6時。だから5時20分とかに起きて、バイト行ってますから。朝強いですよ、その代わり。遅刻なんてしませんからね、なかなか。そう、僕はやっぱ朝強い方が絶対仕事とかにもつながると思うんでね。あと2時に上がれる、明るい時間に帰れるのいいですよね。アルバイトで。これどうですか？皆さんの考え方あると思うんですけど。なんか5時ぐらいにバイト、17時ね。明日、17時とかにバイトとか入れてる時代あったんですけど、僕大学の入りたてね。その時はやっぱその1日ね、ああ、夜バイトあるんだと思いながら過ごすことになるので、なんか1日が終わった気がする。あとなんか夜がメインな気がしません ?1 日の。僕ら夜のメインの時間はやっぱゲームとか、ね、遊んだりとか。まあ、TikTok ライブもできますし。僕にとっては娯楽の一つですよ。TikTok ライブも。ファンの人がめちゃくちゃ気遣ってくれるってね、僕に。チヤホヤされたいんでね。うん、ワーキャー芸人目指してますんで。だから僕は絶対朝にバイトを入れるとかあるんですけど。まあ、クソ眠いですね、正直。今もね、バイト終わり取ってるんですけど、クソ眠いです。はい。この、眠気に勝てるか、どうかってのも大事ですね。うん、ここで寝たら意味ないですから、早く朝バイト行った。まあ、今週のバイトはそんな忙しくなかったですね。正直。てりたまがね、来週から始まるんで。あ、僕、マクドでバイトしてますけど、てりたま。てりたまは、もう春の風物詩ですね。僕はね、ちゃんとパンで季節を感じるタイプですから。秋は、月見バーガー。冬はグラコロ。で、春が来たんで、てりたまですね。絶対うまいんで、てりたま。皆さんも食べてください、ぜひ。僕も来週の放送は、てりたま片手に喋ってるかもしれません。もう一人になったので、ちょっと舐めた感じで撮っていこうかなと思います。もう舐めた感じでラジオをやろうと思ってるんで。いや、嘘ですよ。
僕個人ラジオでそんな舐めた感じやらないですけど、まあほんまに気楽に撮れますね、逆に一人やと。やっぱ中道を喜ばせないとっていうね、思いもありながらあれ喋ってましたけど、まあでも皆さんを喜ばせないとっていう方にね、より行きますから。はい、皆さんに伝わる話もいっぱいしたいと思います。で、僕も卒業決定しましたし、いや、いろいろあるんですけど、まあね、アルバイトの話で一個いいですか？こんな喋り方でいいんか。アルバイトで、やっぱ学生のアルバイトって皆さん困ると思うんですけど、まあ僕の大学のね、その部活の先輩方が、結構ね、コンビニでアルバイトしてまして、で、そのコンビニのアルバイトはもう結構伝統で、僕の後輩とか同期とかも働いてきた、伝説のコンビニなんですけど、僕の大学の部活の。そこでね、その先輩がまだいた頃ですね。僕の先輩の、方がまだアルバイトしてた時に。まあやっぱ深夜に結構コンビニのアルバイト入れると、もうお客さんも全然来ないし、結構その友達同士で喋ったりとかもできるからめっちゃ楽しい。いいアルバイトだっていうね、そのメリットがあるんですけど、まあその先輩はね、まあやっぱ大学のアルバイト、もう暇な方が絶対いいじゃないですか。暇であれば暇なほど絶対いいバイトなんですけど、そのまあポケモン GO が当時めちゃくちゃ流行ってた時代で、確かそのコンビニがなんかポケストップになってたんかな。あのポケストップっていうのは、そのなんかモニュメントみたいなので触るとポケモンのモンスターボールとかアイテムをもらうみたいな場所なんですけど、まあ、ちょうどそのコンビニがポケストップになってて、で、まあ、暇な感じでいつも通りみんな働いてたら、その大学の先輩も二人ぐらいいて、まあ、一人のね、ポケモン GO にめちゃくちゃハマってる先輩が、いきなりそのポケストップに、なんかルアーモジュールっていう、そのポケモンが大量発生するアイテムを使って、お客さんがめちゃくちゃ入ってきたっていう、一気に忙しになったっていう話ありますね。いや、何してんねんっていう。そのなんかお香みたいなね、炊くことで、ポケモンがポン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 っていっぱい大量発生するアイテムがあるんですけど、なんか花びらがバーって散る。いや、あれをして、もうアルバイト忙しくさせたっていうエピソードがありますから。僕もその話めっちゃ好きですね。うん。僕は逆にそんな、忙しいのが当たり前ですから、マクドって。うん。そうですね。なんでマクドでこんな働くんやろと思いますけど。やっぱ働いてる時間ずっとその、ハンバーガーのね、パティ、肉の香りとかかけたりとか、ポテトのうまそうな、うまそうなのめっちゃ見れますからね。皆さん、羨ましいでしょ。僕ね、ベーコンとか焼きたて見れますから、あの臨場感すごいですよ。やっぱりね、新商品が出たら毎回買って帰っちゃいますね。そういう意味では。いろいろ喋りましたけども、まあね、今回は TikTok スペシャルということで。まあサムネにね、TikTok 大バズり芸人という書いたのは、いろいろ考えがありまして。やっぱ TikTok の層をちゃんとラジオに呼ぼうというね、若い女の子、男の子も、このラジオを聞いてほしいということで、ごめんなさい、聞いてる人が若くないって言ってるわけじゃないですよ。結構若い子もみんな聞いてくれてるんですけど、中学生とかね、僕のファンにはいますから、ぜひ皆さんに聞いてもらうということで、あの大物 TikTok 芸人呼んでおりますので、その方との対談ってそんないいもんじゃないぞと思うんですけど、僕の、仲のいい TikTok をやってる対談芸人がいますんで、ここからはそのこの家で撮ってきたスペシャルトークをお送りしたいと思います。どうぞ。どうも、ウエハウス三塚です。今日はね、ちょっと、大阪の、難波の、ね、あんま場所言わん方がいいか、ごめん。草加のお家にちょっとお邪魔してるんですけど、皆さん知ってますか？同期の NSC 大阪42期のピン芸人、草加くんがね、ちょっと、ゲストとして来てもらっています。どうぞ。あ、どうも、こんにちは。42期の草加です。お願いします。ありがとう、草加。何やねん。ソーシャルディスタンスをとってね、喋っておりますけども。はい、そうですね。ね、ある程度今距離を空けてます。これ動画じゃないんで分からないですけども。いや、ちょっとラーメンをね、さっき食べてきて。うん。うん。こうやって初めて、ちゃんとご飯行くよな。そうですね。うん。はい。やっぱ、何お前さっき笑うから。何やねん。ヘラヘラしてるな。いや、
そうね、草加とかやっぱ TikTok ライブは普段からめっちゃしてるけど。そうですね、お互い。そうだね。TikTok の仲間ですから。そうよ、TikTok 芸人やから。二人とも。なんやろ。僕はフォロワーが、まあ、12万人いますけど。草加は、うん、まあまあ、まあ、5000人ぐらい。ああ、すごいな、やっぱ。いや、もう24倍離れとんねん。ちゃんと割り出すな。一瞬で行かれんねん、俺。24倍。多分、俺と三川で争ったら、うん、なんか、包囲されて、飢餓状態で俺ら全滅すんねん、多分。24倍いるからね。深いファンがいっぱいいるわけじゃないからな。いや、もうお互い頑張っていこうっていう話ですけど。いや、そうね。だから、42期の中でも、そんな TikTok をがっつりやってる人って少ないから。うん。うん。ほんまに草加と、俺と、里ゆりぐらいか。バレエ芸人の。うん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 、そう。だから、数少ない TikTok 仲間とかね。うん。まあ、草加はやっぱ、コメントなら流れてきた方が喋りやすい。こういう。いやいやいや、ね、俺もこの進行側に加わって喋らなかった。これ俺、一応待ってて。俺やっぱ進行向いてないから。出しゃばらん方がいいかな。待っててんけど。どう NSC の時の話とか。いや、まあ、三川くんはね、すごい。まあ、僕にとっては雲の上の存在でしたよ。いや、そんなことないわ。そんな言わすつもりないよ。選抜クラスに入ってましたからね。うん、でもそう、もともとクラス違ったやん。その、選抜とかない時の、うん、時から、まあ、噂には聞いてましたよね。僕そもそも、うん、NSC 入って直のすぐの頃はマグレカナールとか、まあ、布施くんとか鈴木三郎太とか仲良かったんで、うわポンデっていう鈴木三郎太とか知らんと思うわみんな面白いやつがいるぞっていうのも聞いてましたよ僕は。なるほど。だからマグレカナールとかは、うん、結構ゲストで呼んでるけど。あ、そうなんや。そうやね、あっこら辺はずっと仲いいけど。そう、草加最初全然だから NSC 時代は知らんかったんやけど、ほんまに。知らんかったよな。知らんかった。俺のこと知らんかったもんな、知らんかったよ、俺は。ああ、よかったよかった。それが知れてよかった。後半知れた、だから。彼は僕のことを知らんかったです。はい。いや、でもね、これ、ちょっと語弊がありました。うん、ちゃんと NSC の後半、同じクラスになったやん。うん。その時はもうしっかり、草加見てたから、俺。草加見てたから。え、工業実践同じクラスやったっけ一緒やったっけ。いや、工業実践は違うと思う。違うか。あれやろ、NSC、何やろ、なんかスクールみたいな、ハイスクールみたいな。東見の方。あ、東見の方、うん、俺東見の方や。いや、一緒やん。俺、工業実践出る予定やったけど、あの、寝坊して飛んでん、俺。寝坊して飛んだ。工業実践の全体ラインで、なんか朝4時集合とかやったやん。そう。朝4時集合で、俺マジで、その時、3時に起きて、風呂入ったら、何してんの？風呂の中で、寝てた。寝過ごして溺れましたって全体ラインで言ったら、岩崎さんっていう NSC の担当の人ブチ切れて。当たり前やろ、その。俺事務所まで土下座しに行ったもん。いやー、やばいな、それは。そう、だから。でも誰かは閉じると思ってたよ。いや、もう。朝4時。俺だけやったっけ、閉じた。木村智也。終わっとる。その、もう一人の木村智也っていう同期の NSC 生の人は、今ね、NSC の消毒隊っていう、吉本芸人が消毒する舞台の消毒隊に入って、素晴らしいこと。後輩に生きてますね。あいつ、あっこでボスみたいになってんねん。お前とお前、4番扉行けみたいな。しょうもない。何生きてんねん、あいつ。木村智也。だから、まあ皆さんに覚えててほしいのが、うん、工業実践閉じったやつは終わるっていうね。暗い人生が待ってます。NSC 時代もう多分選抜とか上がれんと思う、あれがあった。これから頑張って NSC 入る人は朝4時に起きる練習しましょうね。いや、ほんまにそうです。はい、今ないと思うけど、あんな。ぶち切れられたもん、俺。いや、やばい、そう。斎藤さん、一番偉い。ボスね。斎藤さんとかがおって、うん、で、僕は朝4時に工業実践飛んだことは、そんなめっちゃ怒ってるわけじゃなかったけど、うん、その後に LINE で、その、風呂場で溺れて、遅れましたって言ったのが、その、信じてもらえなくて、もうなんかブチ切れられた。変な嘘みたいになってるからな。そうそうそう。俺だから NSC の、うん、事務所入れてもらえなくて、そのガラス越しに土下座したもん。そうだよ。してくださいって、斎藤さん向こうで、ガラスの向こうで腕組んで。岩崎さんとか。いやー、マジで、そういうミスをした時は、平謝りしかないからな、NSC の時。僕は NSC では悪い目立ち方しかしなかったけど。よくない。いや、でもそのイメージがあったんよ、俺も。三川くんはもうすごい子ですよ。違う違う、うん。草加がね、本当にそう、異端児やったから。悪いイメージしかないもんな。NSC の時。そうそうそう。なんかそれをいじってたよ、周りが。マグレとか、なんやろ、ココナッツとかが。嫌な目立ち方しましたけどね。うん。てか、わざといろいろそういう悪いことしてるんかなって。だから俺それでさ、思ってて、うん。NSC の卒業公演はぶられたもん。あ、そうなん？なんか40組くらい出とったんや。出た。38組出とったんですけど、うん、まさかの僕、授業も出とったし、うん、ネタもその全然滑ったとかなかったんですけど、僕だけ呼ばれないっていうね。うん、あ、いや、だから草加も多分、木村智也も呼ばれてない。だから、卒業生として認識されてないから、僕は心の中ではまだ42期の現役生ですよ、僕だけ。卒業公演出てないからね。いや、やったな、それ。はぶられるかね。卒業公演、7月ぐらいにあったやつか。大ライブが、
の大ラブの後一回コロナ禍入ったから、結局いつやるんねん卒業ライブってなってて、呼ばれた俺も、そうそうそう呼ばれんかったわ、うん、そう1分ネタとかもいたのにな、確かに、うん、1分ネタすら呼ばれないっていう悲しい、いやちょっとなでしこ学園生とかに負けてたから悲しい、なでしこ学園生も TikTok バズってたからな一時期やってたけどもう解散したわ、あれも200万再生230万ぐらい再生いやおもろかったけどな、あの、生理用品をね、なんか麻薬の密売みたいに渡すやつ、おもろかったけど、あれおもろかった、いやそういう同期もいっぱいいるけど、うん、で俺その時草加めっちゃそう嫌やったよ、ほんまに怖くてネタ見せマジで怖かった、僕は水川くんのことはすごいなと思ってましたよ、いやいやそうなん嬉しい、それは嬉しいんやけど、これ多分どっかでも言ったことあると思うんですけど、新喜劇をみんなで NSC 生でやろうっていう、あるあるある、でその稽古のとことかみんなうわーって200人ぐらいかな、うん、一緒に稽古やってて 川端先生の元でやっとったんですけど、うん、水川くんがその自分の持ち時間で何かやっていいよってなってギャグをやったんですよ、うん、そうやな、やってもらうこと、うどんギャグね、可能かな、あ全然、今ちょっと声だけなるけど、うどん屋の店員ね、そうそうそう、僕がだんだんうどん、だんだんうどん、だん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 湧き出るうどん、あダブルかまぼこ、これをこれ水川くんが、いや普通にネタとしてもおもろいんですけど何がすごいって、うん、わざとキー高くして最後だけいつも超えてないっていううどんセルフでキー高くするっていう、もうこれを聞いた時もう天才やなと思って、なんでやねん、いやあれそんな受けてないよ、いや俺ほんま死ぬほど笑ったなんで自分で設定した曲でキー高くするのめっちゃおもろかった、自分の音域に合ってないギャグやからこれめちゃめちゃおもろいっすか、いやそれずっと言ってくれるな、うん、珍しいね、うどんを評価してくれる人、そうね、その時は純粋にポンデのね、もうほんまもう筆頭でしたから、ね、NSC 生のコンビの時か、うん、いやもうそんなことないけど、まあ今もうあれから2年、もうすぐ2年ですか、いやすごいど、もうすごいど、すごいどすごいど岡山の方の岡山の名前に水川くんは変わってしまいましたからね、もうこれ、いや変わってない、変わってフォロワー12万になって全くそのマウント取ってないから俺、いやいやいやもうすごいよ、この間も僕 TikTok のイベントで水川くんと一緒ご一緒させてもらった時に、ね、久しぶりに喋って、うん、なんか仕事とかどんな感じなんって聞いたら、文化祭に呼ばれた、ああ水川が文化祭に呼んでもらって、ってそうねそうね、うん、でうわすごいや、羨ましいわって言ったら、うん、でもちょっとこれがな金が少ないわみたいな言うてるか、マジかよお前言うてるか、金少ないわバラシになったやつよそれ、文化祭一週間前に俺金も何もなかったよ金なかったんや、まず金もないし、ね、イベントもなくなって、あイベントもなくなったんや、そうやね、あん時ちょっと楽しみやったけど、あ2週間後に行くぞと思ったら一週間前にこの仕事バラシです、吉本はシビアですわ、そんなことあるっていう、絶対分かってたやろっていう、うん、1週間前確かにそういうのもあるけどな、うん、まあまあまあちょっと、うん、今年1年頑張ろう、また頑張りましょうかね、新しく3年目になると思うんで、はい、うん、そうですよ、うん、そうそうそう、まあそんな感じかな、草加もなお前な、俺いつもこれ何分くらい撮ってるのいや別にでも1時間ぐらいのラジオやけど。マジで？うん。え？フリートークはちょっとやな。その、ゲストとか呼んだ時は。え、いつも何分ぐらいな？その前の。いや、マジでバローワークは1時間、1時間。マジで？そうやね。じゃあ俺らさ、めっちゃ変やろ。ここに来るまでめちゃくちゃ雑談しとったんですけど。してた、してた。それをまとめたかったな。いや、そう俺は思うな、確かに。ファンの話とかいろいろあるいや、ファンの話はせんやろ。まあ、ありがたい。その、ちょっとだ、草加と俺のファンってちょっと被ってるから。そうそうそう。うん、なお互いの行き来があってね。そう。俺のファンが草加行ったり、うん、草加行ったり。そう。なんか俺のオープンチャットとかで、すごいやっぱ草加がいじられてんねん。え？うん。未だに？いい感じでな、でもその。いや、そんな、そう。草加と俺の画像な、コラ画像で二人並べたり。何それ？いや、知らんの。何それ？この二人いい感じみたいな。全然知らんねんけど。呪術廻戦の画像をはめたり。あ、まあ、ほぼランちゃんのせいないから。名前出すな。いや、いい子やから、ランちゃん。いい子は名前出していいと。うん、そうそう。でも、ちょっと偉いことなんか、三川くんの方から僕の方に何人か来てくれたりしてれば、それはすごいありがたいんですけど、なぜか僕から三川の方に行ったまま戻ってこなくなるって、ね。うん三つ川の味を知ったらもう俺では満足できなくなるっていうことなんで悲しい話ですよね。いや逆もあるよそれいや逆ないやろ俺全部知ってるもん俺んとこは三つ川を一番として俺をサブに据えてんのにもう三つ川メインになってるもん俺んとこに思ってるからそんな力ないからどんどん三つ川区に降伏していくんですよまあ、マジでそのいい感じでな
コラボできたらと思うけど、ね、そういいコラボになればいいですけど、うん、これ以上三塚に座れたら俺もともとが少ないですからね。いやそんなことない、大変ですけど、うん、まあまあ頑張っていこう、うん、頑張っていきましょう、舞台と、はい、ありがとうございます。今日は終わり、もう終わり、今日は来ていただき おいもっと喋らせるよ、ありがとうございました。終わらせるなよおいまだありますよね。あいやもう、まあまあじゃあ、草川やっぱアニメとか、いやもう気づけよお前、どっちやねんなんか好きなアニメとかやっぱあります？最初決めずに始めるからコナン東京グルとか、まあ、コナンとかも好きですけどね。あ、コナンとかも一応見てるんか、うん、あのさっき言ってたけどガンダムが好き。ガンダム好きですよ僕。ガンダムいいね、確かに。ガンダムユニコーンとかね。あ、ユニコーン、うん、あちょっとあれ新しいやつや。12年前ですかね。12年前の、僕たち10歳です。11歳です。あれそんな前やったか、うん、アニマックスかなんかでやってたやろ。それは最近やってたかもしれんけど。なんやこの会話。それはやってたかもしれんけど。再放送でやってたよ。そう。あの、ユニコーンが新しいイメージあんねん、俺。あー、ナラティブっていうね、ユニコーンの続編を最近やってましたけど。あ、そうなんや。知らんのかよ、お前。じゃあ何を根拠にして言っとって。わからんけどもね。いや、俺の中でやっぱその、なんやろ、アニマックスとか見てた時に、うん、あと、ファーストガンダムがめっちゃ古いやん。40年ぐらい前かな。一番最初。そうそうそう。ね、その時の、なんか最、映画をずっとアニマックスでやってて、うん、再編集映画みたいな。巡り合い空とか。あ、巡り合い空。ね、そう、恋しぐで、みたいな、うん。これ歌ったらあかんのか、あんま。知らない。見切り発車が過ぎるわ、お前。ずっとずっと。何も、何やるとか決めずに、じゃあカメラ回すわって急にオレンジ着て、枕の上にカメラ回して撮られても。ラジオはこういうもんやから。あ、そうなの。うん、もうこれですよ、このフリーの感じがね。三川くんはコナンとかね、うん、すごいですよ。NSC 在学中は正直あんまりコナンの子っていうイメージなかった、ね。平場ではやってて、でも、結構。ウソップは見たことあった。あ、そうなんや。うん、ウソップとかか。あ、なんか、あれあったわ。工藤新一の声をまず声真似できますみたいなので、うん、平場 で MC の人に振られて、原国さんの工藤新一って、もう一個激似のモノマネがあるんです、うん。で、ワンピースのあのキャラです。あ、で、ウソップやって声優一緒やないかい。っていうのあったんやけど。彼はすごい平場に出やすいタイプですね。いやいやいや、そう。で、マユリカさんがなんかアニメ詳しすぎて、ああ、山口カッペさんのそのキャラねって俺言われて、あ、ハロウィーってやったけど、全く喧嘩してさっきバレてもたから、同じ声優さん。そう、詳しい人に言ったらあかんねん。なるほどね。うん。そういうミスもあったけど、その時から一応やってたわ。そんな草かもできるしな、声まで。そうだ、三川くんのすごいのがこれに何かを足してバズるっていうね。ああ、三川くんで言ったらなんか料理とかカレー歌とか、それがすごいなって思いますよ。多分そうやろな、うん、そっちの切り口でいかんとバズらんのかもしれんな、うん、TikTok に。確かにな、なんか付け足してて、僕も派遣あるあるとかやってるんですけど、そうそう、まあ、派遣やってるだけやからね、なんかこれからコラボとかして三川くんにアドバイスとかもらえれば嬉しいなと思いますよ。俺も全然掴めてないから、アルゴリズム。いやいや、すごいよ、12万大阪城とか落とせるんじゃん。12万あれは引けるやろ。でも YouTube がこれ1570人とか、うん、あ、え、収益化超えたんじゃん。あの1000人以上で一応なるって言われてるけど、4000時間、もうマジで無理。4000時間きついか。きつい、うん、だからこういうラジオとかで60分とかの上げないと。あ、それを見てもらって、うん、それこそランとかが必死に何回も再生してくれるから4000時間ランちゃんいくやろ。ランちゃんはあんまラジオは聞かんかな。あ、そうね。若い子ってやっぱ集中力の時間がないって言われてるよね今。あ、だから高校生中学生とかは多分ラジオとか YouTube であげてもあんま聞かへんねん。あ、 TikTok か。そう、 TikTok の層が、うん、だからほんまありがたい。聞いてくれてる人はめっちゃコアな人は聞いてくれるけど。あ、このラジオも。このラジオも。あ、そうなんや。うん、ほんまにコアな人かな、ライブ来てくれてたり。なんとなく三川のファン層は俺もなんか把握してるからな。なんなら僕も三川のファンですからね。ああ、いやいや、そんなこと。三川の TikTok ライブ行ってたから。でも久々に会ったのが TikTok ライブのコメ欄に来た草加やからな。俺 NSC 届きまして、そうそうそう、三川やん、わろだ、わらわらわらみたいなコメントしてで、草加何あげてるんやろと思ったらね、そう、ほんまに派遣あるあるでバズってたから。いやいやいや、すごいコメ欄盛り上がってた。最初僕はそう、何回かこの話もしてますけど、うん、マジで三川くんに僕芸人人生終わらされそうになりまして。え、何がっていうと、そんなことある、まあ、その三川くんのライブ見つけて僕嬉しいからコメントとかしに行くんですけど、うんうん、その時ちょうど三川が一番バズってた時期、なるほどな、10万人とかさーっていったような時期に、
もうコメント欄とか言っとったんですけど、うん、いつもなんか TikTok ライブ行ったら100何人とかおって、うん、そうやな、そう僕がコメントしても全然読まれないんですよね。いい場やったって、うん、でコメントの流れがすごい早いから、うん、でいろいろコメントしてなんかこの開封動画うわすごいそのキャラ可愛いとか、うん、俺もいろいろコメント普通にファンとしてすんねんけど、うん、全然読まれへんくて、うん、いやなんかあー読まれへんなって思ってずーっと打っとったら10通目くらいで、うん、三川さん可愛いですねみたいなやつがやっと拾われて、うん、俺嬉しかったもん。いや悲しい。俺同期にコメント読まれて嬉しくなって。お前同期に可愛いですねとか送るなよ。そう全部あかんねん俺。もうなんかそんなやめようかなって思ったもん。いや同期にコメント読まれて嬉しくなってる俺。あでもその時からしたらもうだいぶいろいろ動画も上げ出してるもんな草か、うん。俺も上げとったけど。投稿者あもうその時も投稿してたか。投稿者出してた。うん。TikTok ライブとか全然やったけどね。だからもう三川くんはいつまででも僕の上をね走っていってほしいですよ。24倍のままね。あ距離縮まらんように。ずっと24倍から。別に草加が来てもいいやろ。ある程度。いやーね確かに TikTok はねでもほんまやっといて損ないと思う。うん。今周りからしたらねやっぱ周りの同期とか言ったらどうしても TikTok はって未だに苦手な人多いと思うんですけど。そうやね。僕も最初ぶっちゃけ苦手じゃなかった。あその始める時ってただダンスして俺女の子とかの動画のイメージやろ、うん、この手は悪い手やけどな今三川が先輩の手つきで悪い動きをしましたけどね今そんなことあるラジオやからバレへんと思うこれ何言う先輩の先輩のネタだったっけえ知らんのあれ名前だしいや一応名前夢屋勝さんのあ夢屋勝さんお前知るもうやばいってわがが消されろ早くこれ全部カットしますここ三川のこと干してくださいここカットなんでなんで世にも出てないやつを干されない俺も手伝うからみんなで俺も売れてないみんなで三川干そうぜ全く売れてない俺もまあそんなもんじゃ話戻ったら TikTok ね、うん、始めるときいまだに周りが同期とかから言われますよそうかソガベとかからああソガベ、うん、いいねソガベも僕バイオリンのリクエスト配信とか TikTok ライブでやってるんですけど、うん、お前何がおもろいねん説教されるもん俺いやちょっとその見方あるよな分からんけどまあやらんよりは絶対やった方がいい、ね、絶対やった方がいいやらんよりはうんしかも TikTok なんてもうそんなイメージなくなるぐらい芸人さんがいっぱいいるしなうん最近は特にみんなネタとか出したりとかそうやねだから俺ら結構あいいタイミングで始めてると思うねあとファンが全国にいるっていうのがまた嬉しい、ね、そうそうそう、うん、マジで絶対大阪だけで活動してたらなうん難波の劇場に来る若い女の子ぐらいもないないですからねとしたらうんすごいことよちなみに TikTok のファンってどういう層がいる TikTok のファン若い子若い女の子あでもアラサーの人とかも結構ああそう、ね、主婦さんとかもうんでもありがたいなそういうのコナンファンが流れてきてってことかコナンファンも多いなコナン逆に全く知らん人もいるけどあーそうなんやうん三川さん可愛い可愛いとかなんかなうわー増長してるねいや違う可愛いとかじゃないと思います喋りおもろい。喋りおもろい。どっちめっちゃお前。もう完全に僕は下に見られてますけど。僕なんかね、派遣あるあるをずっとやってたんで、うん、たまにフォロワーのとことかクリックしたら、うん、畠山修造とか全部おっさんのアイコンでフルネームのおっさんばっかでしたけど、最近やっと若い子にもね。その層すごいやん。あうん。でも俺も意外とその、なんかデータ見れるやん。TikTok の。見れる。アナリティクス。アナリティクス。男女比とか。男女比見れるやん。男女比、男性の方が多くて。俺73やった。73、うん、男性7 7おいそうなんやこれ 57% 男性あまあほぼだからもう結構男性が多いんやっていうのは嬉しいその嬉しさもあるな男におもろいと言われるのよく言いますよねやっぱ男におもろいと言われ、うん、おもろいおい全然言ってないやあんな TikTok ライブとか流暢やのにやかましいわいや関ジャニ∞の村上くんとかも言ってるような男のファンがなんか手振ってくれると嬉しいみたいな、まあ、僕は女のファンの方がいいけどねいやあれ俺めっちゃ男やんあ、まあ、女のファンの方が嬉しい。あれって嘘なんや。女のファンの方が嬉しいに決まってるやん。ジャニーズの人が言ってるやつ嘘。嘘、格好つけてるだけ。そんなことない。女ファンが嬉しいに決まっとるやん。いやー、まあまあ、どっちも嬉しいよね。まあまあ、お前政治家みたいだったな、お前。フォロワー増えれば増えるほど政治家みたいなこと言いやがって、お前。普通に俺、そんなフォロワーでマウント取ってないから。敵を作りたくないからって、お前。なんかすぐフォロワーの話する。いかんとか。いや、あれは守りに入りましたもん。守るフェーズに入ってるもん。守るフェーズ入ってるか。売れてないね、俺も。12万ってすごいな。うん、イタリアの都市ぐらいあるやんミラノすげえな12万珍しい例えやなイタリアのミラノは12万ぐらいなんやもっと言うやろ人口すごい適当に喋ってないもん適当やな政治とか結構喋ってるもんな、うん、俺政治色強いからねあんまみんなフォローしない方がいいっすね、まあ、色がつくから俺のファンだったら怖いな、うん、まあでも別にそうだな
そんな過激なことは言ってないやろ。過激なことは言ってないよ。わかりやすく政治を説明するみたいな。うんうんうん、そうそうそう。ぜひ ね、僕のインスタとかも来てほしいんですけど。まあそうやな。トークが草加の持ち味やからな。さっきめっちゃ噛んどったわ、俺。それお前それわざと言ってるやろ、お前。おとしめよう、おとしめようと。俺は悪気がなく悪いこと言うから。けど、あかんやん、今日。自覚してる時点で悪や、それ。そうだよ。いや、後々思い返したら悪いこと言ったなってのがあるから、うん、失礼とん、無意識な失礼があるから。いやでもね、うん、同期とかとやっぱうまいことやっていきたいな、こういうコラボとか共存して。ああそう、うん、今までちなみに誰とやった今まで、うん、でも TikTok はユキホだけやな。ああそうなんや、うん、ラジオとかはお兄ちゃんとか。ラジオはお兄ちゃん、まぐれかなる、まぐれかなる、うん、でユキホももう声真似でやっぱもうラジオすごかったわ。ほんまにゲストで先輩呼んだぐらいのお店、すごい。ほんまに小宮さんが来たんかってぐらいラジオがな、やっぱ適当に喋ってるな。盛り上がったわ。で声真似するなんか声真似、うん、あいいや声真似ラジオ対決。対決すぐ競わせようとするの資本主義の悪いとこやね、資本主義。対決やバトルライブとか出てんねんから。これ誰が判定すんの。いや判定とか無理や。お前の方やろ。俺勝てるわけない。コメ欄に書いていただいて。ランとかしかおらんねん反旗を翻す。確かにランは俺のことミスってるから。たまに三川のスパイしかおらん。俺のファン三川のスパイばっかりや。スパイとして捉えてるんや、俺から来た人ら。いやもうだっていろいろ報告言ってるやろ。あ、まあ、確かに俺怖いねんけども、なんか動くたびに三塚さん、草加が動きましたみたいな。草加が悪口言ってましたよみたいな。いや、まあまあお互い来るけどな。お互い盛り上げてくれてるかな。そういうのあるけど。いやでも草加はあれや、もののけ姫のモノマネいけてるよな、うん、振ってくれたよね。やりましょうかね、うん、やりましょうか、あのモノマネね、あの有名なね、うん、うん、じゃあやります。あのアシタカがヤックルでパカラッパカラッパカラって言ってる時に、一人目の侍の腕を切り落として、次二人目の侍が遮るシーン、いきます。これだー。誰がわかんねん。誰がわかんねんそれ。一番ウケんかったお前笑いたせや。いやなんか最初の方笑っとったけど、なんかそんな滑ったみたいになってるやん。ちゃんと俺はおもろい時しか笑ん。僕と三塚くんは表面上こうやって仲良く喋ってますけど、基本は食い合おうと、潰し合おうとしてますから。だって、草加もずっと俺のフォロワー取ろうとして、コラボもしてないわ。いや、そうしてないわ。やっぱ取られそうで怖いね。お互い情報戦やからね、うん。自分のスパイをファンをどんどん送って、そうそうそう、相手からの情報を取るっていう。高度な政治戦略が行われてますけど。ほんまにバチバチやから。潰されるわ。うん、いや、仲間であり、ライバルね。いい言葉で締めましたね、うん、ほんまにそうですか、ね、いい言葉ですよ僕らは。じゃあまた一緒に頑張っていきましょう。アップトゥー活動ガキえいえいおーおー、おいらは火の悪魔カルシュア。おいらはかわいそうな悪魔なんだ。あ、ごめんなさい、ついついカルシュアになってしまいましたけども、皆さん聞いていただけましたね、草加のスペシャル対談。はい。まさかのゲスト、TikTok 芸人ゲストは、草加くんでした。そうね、草加とね、初めてちゃんと遊んだんですけど、まあ、ついでにね、TikTok ライブも2回ぐらいしまして、1回目はね、シラフの状態で、そして2回目は、スーパータマで、スーパータマでで、なんかワインとか、お寿司とか買って、ちょっと酔った状態でやろうという感じで TikTok ライブやりましたけど、見てくれた方いたら、ね、ぜひ感想とかも送ってください。もうめちゃくちゃね、草加が酔ったふりをしてて、酔ったふりだるかったな、にゃんにゃんとかなんかずっと言ってるんですよ。にゃんにゃんってなんか、もう三川くん好きだにゃんみたいな、僕の肩になんか寄りかかってきて、あれやめてほしいな、本当に。僕はね、もうマジでこれ狙われてるんじゃないかっていう恐怖もありましたし、行かれるんじゃないかってね、草加に侵されるのではないかっていう怖さはありましたね。TikTok ライブを閉じた瞬間に、いきなり襲われるんじゃないかっていう怖さもありつつ。まあね、草加は真面目なんで、意外と根は真面目ですから、そんなことは一切なかったんですけど。まあ楽しかったですね。いや、草加のもののけ姫のね、ヤックリに、がバーって走ってきた時の誰がわかんねん、あのモノマネ。誰がわかんねん。だいたいね、お前に三を救えるか、みたいな。ね、ああいう、狼なんていう名前でしたっけ？ああいうキャラの真似をするんですよ、普通。いや、珍しいなと思いましたけど。
まあ、草加くんとはね、まあ、これからも仲良くしていきたい、そしてライバルであり続けたいと思うんですけど、NSC の話とかも懐かしかったですね。すげえ懐かしい、あれ。ぜひ皆さん呼んでほしいゲストとかいたら、そういうのも随時募集してますんで。もうね、メールで皆さん僕を助けてください、ぜひ。それか僕がめちゃくちゃゲスト呼ぶんで、うん。まあ、こんな感じで、ちょっとした、空き時間に撮った音声とかを、スペシャルトークです、どうぞみたいな感じで流すのも結構恒例にしていきたいと思います。これが僕の新世界、バローワールドです。バローニューワールドです、これは。はい。いや、今週は3月6日に R1 グランプリ決勝もありますから、まあ、僕らも出たピン芸の大会ね。あれの決勝とかも楽しみですから、そうね、うん、未来は明るいですよ。僕がラジオ一人になろうが未来は明るいです。皆さん今後も聞いてくださいね。最後までお付き合いください。裏飯や。お化けが出てもこのラジオ流してたら怖くない。ウエハース三つ川のバローワールド裏飯厄介判定。三つ川が送られてきたメールに厄介か厄介じゃねえか判定するコーナーです。これはもうバローワーク時代大活躍のコーナーでしたから、皆さんもぜひ送りやすいと思います。はい、厄介なエピソードとかそういうのを送ってください。まずラジオネームなしですね。これは書き忘れたんかな。ラジオネームなしちゃん。先日電車に乗っていた時の出来事です。降りるまで5人グループで固まっていた男子高校生が、私と同じ駅でグループのうち2人だけ降りたんです。うん。バイバーイと言って電車が動き出すと、2人は歩きながらいつものことのように、なんと手をつないだのです。目の前で見てて衝撃でしたが、多様性な世の中になったんやなと思いました。でも目の前で起こったことは厄介ですよね。厄介じゃねえですか。これは厄介じゃねえ。厄介じゃねえよ。男子高校生5人がいて、そのうち2人だけ降りて2人が手をつないだというだけ。いや、厄介じゃないですね。もうね、もうこれ多様性ですからね。もう男の子の燃えるじゃないですか。ちょっとなんやったら燃えるという意味で厄介なんかな。いいですね、男の子2人が。まあでも付き合ってるかもしれないですしね。それはその5人グループのね、残り3人には言ってるのかなとか、そういう厄介さはありますけど、まあまあこれは厄介じゃないです。はい、続いてラジオネームダンシングマクドナルド。触ると真っ白になるコンクリートの壁、厄介ですよね。これは厄介なんだよ。厄介なんだよ。これめちゃくちゃ厄介ですね。やるけど、ね、ちょっとペンキ塗りたてとかじゃなくて、マジでもう常に真っ白の白がつくやつあるよね。いえ、寄りかかってたらね、びっくりするんですよ。お前真っ白なってぞ服みたいな。何回もあるわ、それ言われたこと。あれはなんとかね、改善してほしいと思います。あの白い粉はね。厄介判定のコーナーは以上です。ちょっとね、メールはね、あんまり来てないんですけど、ぜひね、皆さん、まあ、溜まってきたらもう読んでいくとか、そういう仕組みになっていくと思うんですけど、まあ、テーマメールとかメインで結構やっていきたいと思うんで、うん、コーナーはね、やっぱ中道が、もうラジオ大好きなんで、いろいろそういう、盛り上げるために作ってくれてたものなので、まあ、僕なりのね、新しいコーナーとかも立ち上げられたらなと思います。そうね、でも、皆さんめっちゃ面白いんで、うん、絶対このコーナーとかはあった方がいいと思うんですけど、まあ、そこら辺も皆さんちょっと送ってください。コーナーあった方がいいのか、ないのか、ない方がいいのか、皆さんのね、コーナー判定をお願いします。続いて、ふとした手がかり。事件を解決に導く手がかりを送ってもらっています。お前、もうかれこれ、30年も道路の白い線の上しか歩いてないの？これは、おもろ。いや、あるけど、それ。ちっちゃい頃、ね、やりますけど、商店街とかで。あの線だけで生活するのめっちゃ大変ですよ。移動範囲すごい少ないから。いや、これいいですね。以上です、コーナー。全然来てないですけど。まあでも、この、ちょっとでもコーナーをやるというのは楽しいですから。
皆さん Google フォームも開放してますんで、バローワールドを共に盛り上げてください。なんかこんなお願いすることばっかですけど、まあ僕のフリートークとかは、まあいつも通りやるんで、楽しんでいただけたらと思います。ありがとうございました。ウエハース三つ川のバローワールド。さあ、エンディングです。紹介しきれてないメールがあるので、ここで読んでいきましょう。ラジオネーム、ジンフリークス。ハンターハンターのジンからメールが来ております。ウエハース三つ川、グリードアイランドへ来い。いや、行くか。行くか、グリードアイランド。ジンが作ったとされてるあの、ゲームの仮想世界ね。いや、グリードアイランド行かないですよ。いや、来週ユニバで、ハンターハンターコラボは行きますけど、ジンとかは出ないと思いますしね。いやー、このね、バローワーク時代、ゴンとかキルアとかいろんなキャラから来てましたけど、ジンから来ましたか、ついに。いや、ゴンはまだ来てなかったか、そういえば。最初にゴン送れよ、普通。なんかクラピカとかいろいろ来てたけど、ちょっとね、このハンターハンターキャラの方もまだ聞いてくれてるみたいなんで、みんなね、ハンターハンターキャラいたらまた送ってください。ありがとう。他にも普通音ありますかね。ラジオネームウエハース田村。知らない人にお菓子もらってもついてちゃダメだよ。知っとるわ、知っとるわ。なんやこの短いショートメール。短いよ、ジンも田村も。でも本当にこの短いのでいいですから、ほんまにいいんだよね。お菓子もらってついてちゃダメとか、小学校の低学年でギリ言われるわ。俺も大学卒業や。なめんなよ、ほんまに。なめんなよもね、もう大量にため撮りしてあるんで、中道が東京に行く前に撮った、なめんなよっていう企画動画があるんですけど、あれもね、順次上げていくので、随時か。順次でもあってるのか。随時上げていくので、皆さんぜひ、これもご覧になってください。いや、楽しみですね、いろいろ。そうか、今週の土曜日、これ放送で、まあ明日プリキュアがあるんだな、じゃあ。デリシャスパーティープリキュア、皆さん見てますか？ちょくちょく僕も TikTok ライブとか、バローワークでも言ってたんですけど、あれ面白いですよね。ほんまに。中道とか、あと僕の大学の後輩もう一人呼んで桃鉄した時も、ついでにデリシャスパーティー見るって言って見たんですけど、やっぱみんな面白いって言ってましたね。なんだろう、なんかシュールなんですよ。なんかあからさまなギャグシーンとかは、ちょっと寒いなと思う時あるんですけど、まあそれはね、アニメのこのしゃあない、まあちっちゃい子にも伝わる分かりやすいボケツッコミってだけで、なんかそれ以外の変身する時とか、まあキュアプレシャスっていうね、もう一番主人公の子が変身する時はパムパムっていうちょっと狐みたいなね、妖精ちゃんをなんか使って変身するんですけど、コメコメ、あ、パムパムじゃない、コメコメや、間違えた。パムパムはキュアスパイシーの方や。ごめんなさい、これ指摘 してくれてる人いると思うんですけど、あの、コメコメね、コメコメを使って、キュアプレシャスに変身するときに、まあ、愛をコメコメ、にぎにぎ、みたいな、なんか、コメコメをおにぎりに見立てて、こう、にぎにぎするシーンとか、いや、何してんねんっていう、こう、面白いですね。逆に、キュアスパイシー、まあ、僕の好きな、ココネちゃんっていうね、もう好きです。僕の推しの青いプリキュアがいるんですけど、その子が変身するときは、さっき言ってた、パムパムっていう、まあ、パンと見立てたキャラなんですけど、サンドって言って、なんかハムみたいな、プイーンってなんか変身中にサンドして、なんか食べるみたいなね。なんかやっぱ食べ物メインのプリキュアなんで、蛍光色に光ったパンとかを食べて変身する、グルメ番組なんですけど、ほぼグルメ番組ですね。普通に飯テロのシーンありますし、あれも見てほしいですね、皆さんには。デリシャスマイル腹ペコった、やっぱ使っちゃいますね、これ日常生活で。主人公が使う口癖なんですけど、お腹空いたら腹ペコった、なんか美味しいもの食べたらデリシャスマイルっていうね。うわ、使ってまうな。今度使おう、 YouTube とかで。そういうね、楽しい娯楽もいっぱいありますから、皆さんもぜひ明日へ楽しく行きましょう。僕も中道を
中道という補助輪を外しても走り続けたいと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いします。まあ、来週のテーマメールはおすすめのご飯のお供です。では来週も聞いてください。さようなら。バロバロー。